イエスショータイム二等兵の友人屋です。隊長です。隊長でございます、はい、昨日、奇跡の高須院長からフォローをいただき、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おやめください、大村秀明愛知県知事、愛知100万人リコールの会、はい、あの私たちの動画のサイトでも、まあ、勝手になんですけどね、あのリンクさせていただいておりますと、はい、勝手にというかね、応援しようと思ってですよね。あ、もちろん。でそれも、うん、あの高須委員長から、うん、高須総司令官から、うんうん、あの逆に応援してくれ、応援してくれるっていう、うんうん、公認を得た感じですね、はい、まあ、メッセージもいただきありがとうございました、うん、ありがとうございます。でこれがね、うん、8月の後半、まあ、炎天下を避けて、うんうん、8月の後半から始まるんですけども、うんうん、今もう8月の22日でございますと、うんうん、やり方がね、うん、全くわからないんです。わからないですよね。わからない。で、普通ね、多分これが、あの日本にはその権利はないんですけども、例えばあの安倍政権をみたいな、を下ろせるみたいな話だと、多分一斉にテレビは、マスコミは報じるんでしょうけど、こんなこと、こういう順番であって、こういうことに気をつけましょうねみたいな、もう下ろすのに必死みたいな、あのデモとかもすごいニュースでやるじゃないですか。やる。だけどこうこのリコール全くやらないですもんね。全くこの、我々このご当地、愛知県に住んでいるものなんですけども、全く、で一応この会登録とかもしたんですよね。しましたね。メンバー登録もしたんですけども、この今8月22日現在で何をすればいいのかわからない、でそんな方も多いと思いますと、なので今分かる範囲で、分かる範囲でこういうことになりますよっていう話と、こんなことに気をつけましょうねっていう話と、これってどうするんですかねっていう疑問を最後に、このね、注意事項みたいなのがあって、それを聞いて僕たちがこれどうするのっていうのがいろいろあったので、まず流れとして、流れとして、はい、まずその署名活動が実際に行われまし、行われるんですけども、署名用紙はまだ揃っていない、でまだ出てないので、ちょっと予想になるんですけども、このリコールのこちらのサイトですね、こちらのサイト、公式サイト、はい、はい、公式サイトから行きますと、このサイトから、まあ、リンクもしてありますサイトから、メンバー登録をすると、まあ、イコール受任者というのになるんですね。そうすると、その受任者にはもしくはこういうハガキを送った人は受任者になり、だからネットで登録するさ、はがきでやった人には、署名用紙が送られてきますと。だから僕たちはその受任者になったってことですね。あのメンバー登録をしましたので、受任者になりましたと。そうすると、署名用紙が送られてくる。でそれには、まあ、一人で書くもよし、ご家族でそれぞれ記入するもよし、10名ほど記入できる署名用紙を準備中でございますっていうのがこのサイトに出ていますと。ただそれを来た時に結構あのトラップというか難しいのが注意点、その署名が来てもその無効とされるものが結構厳しいんですね、無効になる基準が、というのはその前にこの名古屋市議会のリコールっていうのが、その河村市長が、給料下げるみたいな、あの名古屋市議会っていう時に、あの一遍あのそういう解散するっていう選挙をした時もそうなんですけども、やっぱり偉い人からすると、これ僕の見方です、ごめんなさい、偉い人からするとクビになりたくないからちょっと高くしてやれっていう、本当は多分その不正を防ぐっていう目的もあるんでしょうけども、本当そうなのってちょっと思うのが、例えば、
署名する住所と免許証の住所、もしくはその住民票の住所が一致してないといけない。よくなんか略したりするじゃないですか、まあ、大技なくしちゃえとか、だからノーにしたりハイフンにしたり、証明20とかを1の20でやるとで普通書きますよね。書きますよね、向こうです、ブッブーって、番地まで正確に書きましょうと、で例えば、こうやって書いていくときに、下があの妻である、住所一緒だ、ちょんちょん、ブッブーです、あのちょんちょんで省略しない、で例えばその同一マンション、あのやたら長い洋風のマンション名とかも全部部屋番号まで一緒にしましょうと。一緒にしましょうって。あ、要は、部屋番号も、あの省略しないとか。あ、書きましょう。ちゃんと書きましょう。で、訂正書きはダメ。なぜならまあこれは不正を防ぐっていう観点もあるんでしょうけども、ビッ、あ、間違えちゃった。ビッビッって線を引く。これブッブーですと。あとです。であとは枠内からはみ出さない。とにかく丁寧な字で書く。例えば略字を書いたときに、あ、これ違うからダメっていうことになりかねない。あとは、署名用紙の印刷が少しでもブレているものは破棄する。印刷がブレてるんですか？そう。枠が。まあこれは後でまた質問のところで。で、あとは押印が薄くない、欠けていないかを確認するっていうふうに書いてあって、この名古屋市議会リコール運動時には相当な数の署名が無効と判断されましたと、そのパーセントというのが名古屋市議会の時に、不適切な収集方法とか記載ミスとして無効とされた署名数が全体の 24%、実に11万人分、それは一つの市の人口に匹敵するぐらいの、いや、11万人が解散に賛成でしたのに、この11万人分は無効ですと。 24% だから4人に1人ってことですよね。これ結構大きいですよね。4人に1人って考えると大きいですよね。でもまあ、この時はそれだけ無効になったが解散は成立した、まあ、それだけ多くの署名を集めたっていうことなんですけども、今回もなのでそういう厳しい、今回はだってギリギリっぽくないですか？メディアでもやらないし。そうなんですよね。で、まあ、今回そのあまり、なんて言うんでしょう、女性には響いてないとかでちょっと あまりその広く浸透していない域が愛知県に住んでいて思うんですよね。それは思います。ニュースでやらないとか、ニュースでやらないから、はい、多分知らない人が、主婦層に全く届いていない気がしています、まあ、一般人にそもそも届いてないじゃないですか。っていうのはまあちょっと本当確認していきたいんですけどね、もう本当に一人の方にでもなんかこの思いが伝わればいいなとは思ってるんですけども、でなのでまあこの、まあ、疑問ですよね、その、じゃあ例えば書類来た時にちょっとブレてたら、え、1枚しかないのにブレてるじゃんとか、なのであの多分届く書類がブレてることは、まあ、その事務局がやるからないと思うんですけど、この送られてで切った用紙は足りないと思った時にコピーを取っていいのか、そうでコピーをした時にブレる可能性ありますよね、はい、とか、その10人書く欄があって、よしじゃあ10人集めようって書いていってもらって、いろんな家を回って書いてもらって、10人目の人が間違えた、でもう一回10件回るの、訂正がダメっていうのが、はい、あ、なんか訂正がダメというのはどういうことかですよね。そうですね。なんで、この訂正が例えばその、よくなんか三文版とかで押せばいいとかっていうのがあるのかなとか、その、まあ、僕が思ったのが、はい、こうなんか書くじゃないですか、はい、こう枠があって、はい、こう T 対象ですよ、 T 対象って書くじゃん、 T、 あ、間違えたみたいな、はい、でこうピッピッってやって、はい、T みたいな、これは多分向こう、これは向こうになる。で、ピーってやって、こっちに T 対象って書くのはありなのかとか。これも、でも枠外に書くのはダメって書いてあるんですね。下の枠ですよ。ああ、なるほど。対象。っていう、多分。そう、次の枠に書くのはありなのか。今言ったことに
あのどうなのって思われる方もいらっしゃると思うので、うんうん、できる限りちょっと調べてみようかなとも思いますし、うん、ご存知の方はあのメッセージをいただくか、そうそうこうだよって、うんうんうん、このサイトに載ってるよとか、うん、いただき今ちょっと探したんですけどもなかなか見つからなくて、そう、そのなんかそこのレベルは見つかるって話ですね、はい、このここに注意しましょうねっていうのはちょっと見つけることができたんですけども、うんうん、その訂正がダメっていうのが例えば10人目で間違えたり1人目からまた書き直しなのかとか、そうです、この先ほどの名古屋市議会リコール署名取扱いに関する質問主意書っていうのは、うんうん、この衆議院のところにもう載ってるんですね、うんうん、あのなんでこうやって無効になったのか聞かせてくれみたいな、うんうん、っていうのにいろいろその高齢の受任者が建物名〇〇シティハウスっていうのを一文字訂正したため無効としたとか、うん、それは1枚無効なんですかね、なんでって話じゃないですか、それもっていうことになるので、うん、今回も例えばそのペンのインクが出にくかったので、うん、2,3 ミリの書き試しをしたため無効とか、うん、あの事前に区名が印刷されていた署名用紙を、うん、あ他の子で使いたいから、うん、あピッピッて消したと、あ、はいはいはい、無効です、うん、っていうそのかなり何のためか厳しい、なそう何のためかですよね、何のためかが不正を正すためっていうのはあるんでしょう、不正を正す意味はあると思うんですけど、はい、訂正したらダメっていうのは不正関係なくないですか、でもなんかいやそれは後からその、うん、後からリコールさせたやつがそうやってやったんだろう、あどういうことですか、要は、うん、後から来た人が、うん、ピッピッて消して増やしたんだろうとか、増やせなくないですか、言い分ですよ、いやいやいや、だからそうですよ、そう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 、僕の気持ちも一緒ですよ、だからその不正をっていうのはそれ不正対策になってないでしょっていう話じゃないですか、だからこうやって問題になってるけどもそういうやり方ですよっていう話ですよ、うん、なんかこうあえて無効票が増えるように作られてる、作られている気がしますよね、気がしますよね、うん、っていう、なんでかなり最新の注意が必要ですけども、うん、それをちょっと乗り越えてね、そうそう、いかないと、なのでこの最この細かいルールを知りたいってところですよね、そうですね、うん、なんでもしこの分かり次第こちらも、うん、するので高須委員長から応援していただいている、うんうん、あの突撃隊としてはですね、うん、M8 招待としては、うんうんうん、まず調べることもありますけども、うん、もし分かる人がいれば手っ取り早く教えていただければと思います、いいんですよ、もう早く公開した方が世の中のためになるので、はいはい、うん、戦いはまだ始まったばかりでございます、はい、これからですからね、あの、うん、イエス頑張りますと、頑張ります、はい、というところで、はいはい、分かり次第また進捗をお伝えしたいと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。